じゃドクターマキアウトです。皆さん元気ですか？はい、いよいよ9月になりましたね。もう9月ですよ、9月よ。皆さんスノーボードの方の準備はできてますか？多分みんなまだできてないと思うんですよ。だけどこっちはね、もうみんなどんどん仕掛けていきたいと思うんですけど、そうなんです、去年できなかったんですよ。実は何ができなかった覚えてますか？この9月にやったんですよ。そうです、そうです、サロモンナイトですよ。サロモンナイトは去年できなかったんですよ。実は今年やっちゃおうと思うんです。ということで9月の15日、今年はサロモンナイトやりたいと思います、ね、サロモンナイトどんなことやるかと思ったら、ね、サロモンの、ね、みんなが来るんですよ。でこれ見ていろいろ話すんですよ。どんな話ができるかって、まあ、ライダーの人も来たりしていろんな話ができるんですね。それで何が話したかというと、今年も、ね、めちゃくちゃ楽しみなんですけど、今年出たじゃない、ウィーフ。あのね、ルイーフのいろんな話が聞けると思うんですよ。それでね、ルイーフだけじゃないんですよ。でルイーフじゃなくてもちろん仲良くの話もあるんですよ。それで他に何ができるかって言ったら、忘れてないですか皆さん、この冬何があると思います？そうですよ、この冬でしょ、オリンピックね。オリンピックがもうすぐそこまで来てるんですよ。もう冬になったら北京のオリンピックが来るんです。ということはね、いろんなメーカーあるじゃないですか。いろんなね、こうやってメーカーあって、そのメーカーはオリンピックに向けてバーッとフォーカスするわけですよ。そこでじゃあサロモン何やってんのってみんな気にならないですかね。オリンピックにって何もやってない、絶対そんなことないって。じゃあどこに情報出回ってんのって、情報出回ってないじゃないですか。だからこそサロモンナイトみんな期待ですかね。それでね、サロモンのね、やっぱりね、このねテクニカルってみんな分かんないでしょ、難しいでしょ、ね、あれ覚えるの大変なんですよ。それをみんなやっぱりその時にサロモンさんに直接聞けば、ね、絶対間違ってないそのサロモンのテクニカル情報が聞けるわけなんですけど、なんで例えばロックアウトヤンバーが今こうやってあるのか、ね、なんでクロスプロファイブが今あったのか、これがいろいろなことがサロモンのみんなとこうやって話しながら遊べんのが9月の15日です。ということでね、皆さん9月の15日にサロモンナイトやるんで、ぜひとも事前エントリーお願いします。事前エントリーはここです。こっちの方にメールしてください。いいですか？ここにメールしてくれればそこで事前エントリーで、お店の中そんな広くないから、もしいっぱいになっちゃったら事前エントリーで終わっちゃいますからね。だけど来たら、来るとサロモンの人も絶対に手ぶらで返さないと思うんですよ。なんかくれると思うんで、ぜひとも皆さん9月の15日水曜日の夜ですよ、ぜひとも遊びに来てください。みんなでサロモンちょっと理解しちゃいましょうよ。よろしくお願いします。